アズールレーン。別に私は疲れていないのに、どうして指揮官に付き合っているのかしら。まあここは指揮官がちゃんと休めているかしっかり監督して。あ、今行くからちょっと待ってて。なるほど、まずは指揮官に集中した方がもっと認めてもらえて仲間に迷惑をかけなくなるよね。うんうん、じゃあ指揮官、トラブルや難題は全部この私に任せてください。もうここまで頭を下げたから断らないよね。仕事を手伝った。偉い私にこういう仕事は不慣れだから多めに見ろ。指揮官も生まれつき仕事ができるわけではないでしょ。つまりそういうこと。うん。褒めてくれてありがとう。指揮官が私を必要としてくれる限り、私は指揮官を受け入れるわ。何が起きてもここにいるから。うんうん、大丈夫大丈夫よ。戦闘ご苦労。次にこなしてほしいお仕事はこれだ。おっと、これは小生がうっかりこなしてしまったものだな。ここはお茶でも飲んで休憩するがいい。指揮官さん、遊びに来たよ。何をするかは関係ない。リベッチオは今日指揮官さんと一緒にいたいもん。ふんふん。あの指揮官さん、これをどうしても言いにくいことはこれで伝えてってリベッチオが。ですからこの絵本を受け取ってください。外出なさるのですか？では、護衛は？近いから大丈夫、ですか？お言葉ですが、どんなに近所だろうとリスクがあります。ぜひ自分にも同行させてください。指揮官、安心して。この私があなたの背中を守っている以上、あなたはもう、そのまま前に向かって進むことだけ考えていればいいわ。他のことはすべて私に任せなさい。指揮官、これはつまりデートということだよね。よし、航路じゃなくてルートは経験豊富な航海士である私に任せて。それとも、やっぱり指揮官が決めたいの？じゃあ任せた。面倒見が良くて苦労人の指揮官頼っててよかった。養ってもいいけど手伝ってほしいって。努力する。最近は一つ悩み事があります。アキラが指揮官様へアピールするにはどうすればいいでしょう。指揮官様に悩み事はありますか？いろいろ教えてくださいませ。指揮官殿、今日はどういう相談事か。そなたとて支えてくれる者がいないとうまく働けん。そして私がその中の一番になってみせるさ。そなたが認めてくれたことに免じてな。あなたが周りと接している分だけ、周りがあなたのことを分かってくれて、報いてくれる。だから心配するな。好きなものは追い求め、奪い取るがいい。私が、このリットリオがあなたを認めるから。あなたのそばで、私は数多くのものを得られました。力、信頼できる仲間。そして安心感。指揮官様、教えてください。あなたは私に
何を求めているのでしょうか。私、あなたのためなら。優しい指揮官、ザラと同じように心配になっちゃうわ。でも、優しい指揮官だからこそ、私とザラは未来を託せるわ。指揮官なら、私が言葉に出さなくても分かってくれるよね。今私は誰のことを考えているかな。ま、当てるまでもなく指揮官のことよ。君、誰もマルコ・ポーロ、私一人の意向を広めてほしいなんて言ってないわ。たとえ君でも、君でも野心的すぎよ。もう指揮官と違う関係で出会っていたら、例えばクラスメートとか、もしかして平凡にしてロマンチックな物語を考えてみただけだよ。